課長で、うちのお兄ちゃんが代表代行でございます。で、若手に勝つヒューガ、そしてあとは女優陣です。そうですね、はい、が女の子が何人おるかな。甲賀美琴、甲賀美琴さん、かなたあんちゃん、はい、甲賀さくらこう、はい、で、かなたちゃ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 、はい、それと雪地蘭子さん、雪地蘭子さん、子役ちゃんが3人、アンジュ1点、たくまで、あと裏方が45人、はい、総勢ね、50何名でやってまいりました劇団です。え、そんなこと言ってくれるの。え、僕が言うんですか。ここがすごい僕より若い。いや、そんなことじゃなくてさ、もっと褒めてくれ。褒める、もっと褒めて言い方。僕より歌が上手い。男前って今言い方の歌が上手い。ありがとうございます。全然それだけですか。え、結構こう見えて深いこと深く考えるから。え、僕全然僕簡単にしか考えられないんですか。うん、能力的には、ね、まあ、そういうところは結構深く考えるからすごいかな。いや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 、何もそんなことないっすよ。うん、もっとないっすか。え、もっと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 、すいません、どうしよう。悩めたらいいです。あ、悩めたらやめときます。はい、ありがとう。反対、兄ちゃんはね、本当にちょっと真面目に優しいですね。うん、超優しいですね。僕普通お兄ちゃんってなんかこう鬱陶しいわとか思うかもしれないんですけど、なんかすごく優しくて何でも許してくれるし、何もあんまり言わないしね。うん、本当にサポートしてくれる人やから、やっぱりないと困りますしね。昔からそうなんですけど、最近特にまた、うん、ここ10年ぐらい仲良い、ここ10年ぐらい仲良い。そうですね、うん、やっぱ年頃の時は兄貴うっとうしいわとか思ってた自分もあったんですけど、お互い若かったからね。うん、でもそうですね、最近特にあこのおじいちゃんでよかったなって思いますね。優しくて、うん、多分兄弟で、世の中の兄弟で3本の指に入るぐらい仲がいいんじゃないかななんてことを勝手に思ってます。多分社長のここに穴が開いてる。ああ、そう。耳両方、富士耳ってここに穴開いてるんですよ。え、見ます？ここにね。見えへん？映る？映ってる？ここ、これ。ここ。生まれた時からここ。ここの点。ピアスじゃなくて全然通らないんですよ。ここの。開いてるんですよ、生まれた時から。両方。だから。いや、通るわけじゃないんですけど、うん、なんかここって。こんなとこ通ったらおかしくない。ここから聞いたことをこっちで抜けるようにちゃんと思ってます。え、それだけ？え？じゃあそれ逆なんですよね、今度、うん、兄貴のここが点点点、ここなんですよ、点点点。そってもそってもね、点点点濃いから、うん、僕も点点点なの最近もう。だって朝ヒゲ剃って昼もう一回ヒゲ剃りますからね、普通ですかね、それ。濃いと思いますね、普通1日2回、2回絶対そののあきませんもんね、普通ちゃいますよね。だからそれはそれほど濃くなってるような気がして、でお兄ちゃんのひげ剃りは最初はなんか買いたての時はもう静かに、めっちゃ静かなのに、もう本当に1ヶ月ぐらいになったらわー音全然変わってもて、うん、もうすごい過酷に働いてくれてるひげ剃り、うん、いや、使いすぎあれは、うんうん、と思う。次やってただけだけのズボン履いて、お前あ、これ、ああまたここ履いて
きへんから何を言うの。ニュース。アンジュの1年生。ああ、娘が1年生になりました。はい、うん。おめでとうございます。でございます。うん。早いもんですね。それだけ？あれ？それだけ？ニュース的なもの何？ニュース。ニュース。他。他。山本組のニュース。あとチビ2人が丸坊主。子供の話ばっかりやんか。あ、そうか。他よ、他。僕、ひげ剃り買いたて。ダメだこりゃ。あまりニュースって、何ですかね、毎日こなすのがやっとやから、うん、もう覚えてないな、一日やったこと。次の日になると忘れてるから。昨日何かあったっけみたいな感じかな、毎日。あ、先月僕23年ぶりぐらいに舞台から落ちた。あ、怪我したね。未だに膝が痛い、うん、そんなぐらいかな、うん、これといってないです、すいません、なんかごめんなさい。何ですか。僕は浜の兄弟というのは昔から好きです、ね、おー、そうなんですか、うん、ベタにベタにどんでんもあったりとかして、で昔からほら、うん、先輩連中とかがやってるのを見てるから、うん、なんとなくそれは、僕は松竹の新喜劇のネタが結構あんまりやってないんですけど、もちろん見るに至っては好きなネタが多いですね。大人の童話とか知ってる？知らん。知らん。まあ結構めっちゃええお芝居、あれは泣ける、なんか泣いてしまうな見てて、うん、人生すごろくもそうやけど、うん、うん、ああいう系のね芝居大好き。うちでやってる芝居で好きな芝居って何やろうな。なんかこう自分で作ったお芝居がタイムとかいう芝居があるんですけど、誕生日公演でやったんが、それなんかそのタイムスリップするんですけど、そのやり直すかやり直さんかみたいなよくあるネタなんですけど、うん、それはなんかこうね、やっぱり人間こう今のことをちょっと自分今こんなんじゃなかったのにとか思うけど、結局やり直してみれば今結構幸せやったよなって思えるというような芝居を作ったんですね。なんかこうちょっとメッセージ性を込めて作って、で昔のことばっかりこう気にしてこの時こうしてたらなってやっぱりみんな思うと思うけど、もう時進んでいくから過去のことに振り返らず未来に向かって明日どうするか今日どうするかっていうことを考えながらっていうのをちょっと作ったお芝居があるタイム、よかったら見に来てください。お願いします。僕浪曲好きですね。今日やってなかったですけど、絶対浪曲めっちゃやりますね。浪曲という浪曲結構やるな、うん、浪曲もやるし、こういう派手なやつもやるし、何でもかじりたいな。
うん、うん、あの何でも挑戦。だからジャンルでいうと浪曲は特に好きですよね、あの物語があるんで、うん、あと古典舞踊は僕はちょっとね苦手というか、その浪曲とかは好きやけど、その古典っていうのはもうちょっと教えていただかないとダメなのやろうけど、うん、一生懸命でもまだまだ勉強中です。難しい、うん、これといって、うんうん、あのちょっとこう派手で、ムードな曲が好きですよね。そうですね、派手でこう暴れるとかこういうダンス系が苦手なんで、うんうん、分かる分かるだからゆっくりしたしっとりの曲は結構好きですね。でもやっぱり仕草いいですよね、僕も見ててゆっくりした曲とか、僕らまだ若いから出せない色気みたいなやっぱり出してくるからいいなと思いますね。お兄ちゃん ありがとうございますお兄ちゃんのファンも見てるやん、お兄ちゃんのファンも見てるやんか、だからここであんまり人気ってこと言うたらさ、くそ生意気やわーってこと。いや今でいいよ。あそう、これすいません、そういうんじゃないです、本当にでも尊敬してます、めっちゃ尊敬してます。ショーいろんなことやってる、本当にとにかく数を増やしてどんどん今ね劇場やから稽古も思いのほかしたいんですけど、劇場とかばっかりが多いのでなかなか稽古に入れないんですけど、ちょっと昼だけのとことか行ってみっちり稽古して数を増やして、スケールの大きいものをどんどん増やして、今やってるものを仲間にどんどんやって、仲間にやってたやつもミニショーにやってたやつももうね、ショーの構成をもっと分厚くしたいですね。ショーといえばほんまにどん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 分厚いものにして、あの舞踊ショーというよりももうバラエティーショーっていつも言ってるんですけど、もうバラエティに飛んで何が出てくるかわからないというのをお楽しみボックスみたいな、うわーという、それでいてなんか まとまりがあって、汚くなくて下品でなくて、うん、なんていうか自己満足になるんかもしれない、そのね、うん、僕はその、うん、その1時間とか1時間ちょっと時間はあっという間に、あの写真でもカチャ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 というのが好きやから、ガチャガチャしてるの好きやけど、それが下品に見えるんじゃなくて、それをなんかこうお笑いするのもちょっと下品なことするのも自分らで楽しむんじゃなくて、一生懸命これ何するのも一生懸命やらないとお客さんは多分バカにされてると思っちゃうので、もうお笑いする時もお笑いに関しても一生懸命、だからお笑いやる時の方が厳しく言うかもしれないですね。お芝居の時も自分たちであんまり笑わん、止めないように、絶対自分たちで笑わんようにせなあかんし、ショーでもお笑い入れたりするけど、本当に思いっきり真剣にお笑いしたなお客さんは何やここと思われるので、で真面目なところとギャップをつけて全部一生懸命やってるように見えないとあかんと思うから、何もかも一生懸命ということで、ショーの構成はそういう風に分厚くしていきたいですね。もうスケールめちゃくちゃでっかくしたいです。今もう街でもうしょぼしょぼですもんね。いやほんまにしょぼい、まだ1年2年ぐらいからまだしょぼいと思う。自分の頭の中では100、みんなそうやと思うけど100こうしたいなと思ってる中で、まだやっと1できたかなっていうぐらい自分の頭の中で描いてるもんな。で劇団働くの時の 0.4 とか、こんなんじゃあかんって1年経って今経ってやっと1だけできたかなみたいな感じ、うん、だから伸びしろはあると思うんですよね。あのこのまま停滞するとか加工していってしょうもなくなってはいかないと思うんですよ。まだだって99できてないから、うん、どんどん伸びてはいくと信じてます。みんなもうちの劇団ももっと挑戦していくし、できないことがまだ山ほどあるので、やりたいこと山ほどあるから、お芝居も踊りもショーも何もかも壁にぶち当たるどころかやることがいっぱいありすぎて何から手をつけていいかわからんぐらいの状態。まだやる、これもやらなあかんと、時間が追いつかへんわ、これ僕の一生で足りんのかなと思うぐらい、これ全然できてないわと思いますもんね。だってダンスなんかもうこんななんか中途半端なくって自分なりにアレンジして手もつけるんやけどさあ、
なんか中途半端やなとか思ったり、まだまだ、うん、そうするともっともっとめっちゃ上手い人おるしな、うん、そのジャンルなんかめっちゃえぐいぐらい広いしさ、うん、踊りだけでも日本舞踊も新舞踊もダンスもね、ダンスでもヒップホップあったりジャズあったりね、そんなんがあって芝居でもそうじゃないですか、宝塚も新劇もね、こういう大衆演劇の芝居もういろんな芝居がありすぎて、さあどうしようかなって、うん、まあなんかあちこち幅広くやりすぎてもあかんのかなと思うけど、毎日違うことせなあかんから、でも毎日何出てくるのここ何がどうなんてこの劇団なんなんと思われたいですよね、まあ楽しいと思って飽きないわって言われたいですね、頑張って。さあさあ出てまいりました、ドキドキクエッチョンです。いや見えてるし、いや俺が見て、あお兄ちゃんが弾くの、ちょっと待って、うん、この尺ちょっと長いよね。よし困るやつ弾かしたろじゃあどれにしようか、あこれにしよう知らんでそれ弾いたらあこれ何、舞台や送り出しの写真をいっぱい撮るお客様は面倒くさいですか？いや全然面倒くさくないの。全然大丈夫です、全然僕なんか撮ってくれてありがとうみたいな感じ。あのそんなになんで俺が言ってまだ撮るお客様はそんなにね、撮るやろ、撮ってるで、そんななんかそんなことない、撮ってる撮ってるめっちゃ撮ってくれてる、自分的になんかまだ少ないよ、いやそんなことないよ、めっちゃでも撮ってくれるのはありがたい、だってその写真をめっちゃ広めてくれるから、そうだから撮ってくれるのは全然 OK ですね。ただ僕ちょっと気になってるのがこう年寄りお年寄りの召した方とかっていうのはこのカメラの使い方がよくわからないんで、うん、結構じーっとしたあれにはこうカシャってこう全然違うとこ撮っていかある、いやあの中に面白い方で全然いいんですけど、うん、そういうの全然苦にはならないですけど、うん、僕らあの絶対あるのがこうやってカメラ行きますよっつって電源ボタン押してビーンって閉まるみたいな、ようあるようあるような、でも全然それが面倒くさいとか全然感じたことないな、うんうん、そういうこと全然なんか、うん、いい、どんどん撮ってください、記録に残って本当にこういう役者見てんって言ってくれたらめっちゃ嬉しい、はい、それで有名になるから、うん、これ以外ですね、はい、はい、それはお兄ちゃんのやつですね、あ僕の、うん、はい、じゃ混ぜますよ、本当になんかこう恋愛系のやつ出てくるのかなと思ったらあんまりないな、あ出してほしい、いやそうなんだ、書きましょうか、大丈夫、目つぶってこれ、はい、じゃん、おやった、自分の芸名は気に入ってますか、気に入ってます、由来は僕あの春駒座に入団するときにあの名前を改名しまして不動大和っていうことになって、なんか珍しい名前がないかなって言った時にお不動さんのお不動あの不動とでちょうどあの奈良やったのでその入る時の話が、大和の国の大和と不動大和、あの字がね一文字の大和なんですけど、あの、うん、大和たけるさんと同じです、うんの山不動山です。めっちゃ気に入ってます。そしてサインをします。だもんで、これをプレゼントするんですか。これごと。へえー。あ、ペンどこ行った。おお。お茶目。うちでもこのままで。イエス。サインしましたので、あなたの手元に届くかもしれません。捨てないで飾っておいてください。イエーイ。イエーイ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 クエッチョン、イエーイ、
見に来ていただきたい。まだまだあの名前が僕も知られてないし、全然あの有名じゃないので、で見たらあの1回でもう思んないわとか言わんと、いや、あの実力がないのは分かってるんですけど、もっともっと何回か見てください。あの1回で諦めずに、あの3回か10、20ぐらい見てくれたら結構なんか許せると思うんですよ。何やってても、あ、こんな感じやわみたいな感じと思うんで、あの諦めずに何回も見てください。で自分に合わなくても、あのよかったわってぜひ言ってください電話してください。あの友達に結構面白かったでって、私はちょっとあんまりあれやけどとか言いながらでも、うん、行ってみってちょっと紹介してください。お願いします。どうぞ名前を広めてやってください。お願いしますお願いします。本当にお願いします。会いに来てください。会いに来てください。僕のところに会いに来てください。会いに来てください。ダメって言ってるんだ。じゃあね、なんかこうカッコつけて言うとかもうめっちゃ苦手なんですよ。恥ずかしい。なんか、いや、なんかカッコつけるのがカッコつけるっていうかカッコよくないからカッコつけられる。なんか恥ずかしくなってるんですよ。絶対なんか想像してまうんですよ。こいつら似てる。キッショウ。キッショウみたいな。ありがとうございます。ごめんなさい、今のカットしてください。生まれそうです。ああ、ここ今度僕ですか。うん、ぜひとも生の大和組を見てください。見に来てください。よろしくお願いします。俺らしいポーズ。むずっ。俺らしいポーズか。のどごろん大和だよ。撮った。オッケー。オッケー。古い。古いわ。古いな。ヤマトだよ。オッケー。オッケー。何かそれ。絶対はずいわ。絶対はずいわ。よろしくお願いします。お、ライオンさん。トラさん。こんなんでいいですか。